着日記です。今日はパスをしたいと思います。この時のポイントがボールを蹴った後にトラップして、そのトラップした後にボールを蹴って、トラップした後に自分の蹴りやすい体勢に戻してから蹴るといいパスができます。これはなるべく2タッチがいいね。まずトラップで1、はい、こういう、やり方でやったらやりやすいと思います。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。